チの絵が今映ってます。これから約1分後に、まあ、次の絵に変わるわけですけども、これが今見えてるお月さんのスピードと同じ、地球の自転の速度と同じスピードでゆっくりゆっくり移ろってるんですね。ですからこう皆さんの DNA が、まあ、我々人類が何万年生きてきたその DNA の波長にシンクロしている、まあそういう自然に帰ると言いましょうか、そんな気持ちになれると思います。そしてまあ、100万枚分の1ですので、実は今見えているこの絵は1000年経っても同じ絵がないという、まあ、今日は皆さん本当に初めての絵を見て最初で最後の絵を今日楽しんでいただくと、まあ、そういうことになっております。これが副軸の趣旨ですね。ありがとうございます。ではもう一つ質問させていただきます。今まで国内外のいろいろなところでこういったライブをされてきたと思うんですけれども、一番印象に残っていらっしゃるライブというのはどのようなライブになりますでしょうか。まあ、先ほども言いましたように、まあ、パルテノンから、アテネから中国、韓国、アメリカ、まあ、本当に、世界遺産を転々とやってまいりましたけれども、まあ、これの面白いのは今お子さんもおじいちゃんもおばあちゃんもいろんなこう老若男女、皆さんお集まりいただいておりますけれども、どんなこう年齢の人でも誰でも楽しめるというのがデジタル掛け軸で、芸術の勉強することも全くいらず見たまま、美しいと思えばその人の心が美しい、怖いと思えば何か怖いことがあるんじゃないか、まさに今は自分の身鏡というふうに見えていると思います。で、今の質問ですけども、まあ、本当にそういうことで中国では中国の面白さ、中国人の見方、アメリカではアメリカ人の見方、千葉に来ると千葉人の皆さんのその見方、一つ面白いのがありました。ザルツブル世界音楽祭というところで、まあ、まさに音楽の祭典のその都なんですけど、日本では有名な小沢誠二とかカラヤン、まあ、モーツァルトの生まれたところですね。そこでなんとデジタル掛け軸をその音楽祭に投影したんですね。普通音楽祭は音がバンバンとなって終わるベタベタなところなんですけども、音楽祭で映像を見る、しかも音は流れてなくて、目で聞く音楽、まあ、それをこう世界で初めて世界音楽祭で発表したと。その時皆さんがもうスタンディングでですね、山高坊でバサリ乗ってくる男性とか皆さん4000人ぐらいの方がですね、こう絵が変わるごとにこう拍手約1分に1回変わってますけども、その度にずっと拍手をしていただいたという、それが一番まあ印象に、ぜひ今日皆さん気に入った絵があったら、うわ変わったと言ってもらってもいいですし、手を挙げてもらってもいいですし、ご自由に、それから一箇所で立ち止まらなくてこう回遊して見てもらうっていうのがデジタル掛け軸のいいところですので、自由にご覧になってください。ありがとうございます。最後に今日もたくさんのお子様がいらっしゃっておりますけれども、今日は5月5日子どもの日なんですけれども、千葉の子どもたちに何かメッセージをお願いいたします。まあ、私は子どもみたいなもんなんですけど、実は今日お子さんがこれを見たら皆さん全部お子さんが芸術家になれる、要するに芸術のその一番重要な時間の流れというのを捉えることが芸術の根本なんですね。学校の先生は、美術の先生は芸術を教えることができない、歴史や描き方を教えますけども、絵の描き方を教えますけども、芸術とは何かというのは実はこのデジタル掛け軸の中に秘められているんです。ですから今日ご覧になったお子さんは 100% 皆さんもう一級のアーティストになれるということを保証いたします。ありがとうございました。先生ありがとうございました。皆様拍手をお願いいたします。それでは皆様、日も暮れてデジタル掛け軸がその幻想的な移ろいを映し出してまいりました。イオンマリンピア30周年感謝企画 TK ライブ in マリンピアをどうぞごゆっくりとお楽しみくださいませ。重ねまして本日のご来場誠にありがとうございます。